しかして新聞部の方ですか？アクアの高見千佳です。よかった、私たちも探してたんです。今みんなを呼びますね。お待たせしてすみません。私たちが今回取材をしていただくアクアです。ダイヤ、もっとフレンドリーに行かないと緊張させちゃうわよ。せっかく取材していただくのですから、失礼のないようにしないと。申し遅れました。私、浦の星女学院の生徒会長をしております黒沢ダイヤです。私は小原マリ、マリって呼んでちょうだい。渡辺陽であります。よっそろー。我が名は堕天使ヨハネ。ヤシコちゃんってば自己紹介までその設定で行くの？設定言うな。こちらはリトルデーモンリリーよ。桜内リコです。こっちは対馬ヨシコちゃん、よろしくね。マナを明かされちゃったずらね。国木田花丸です、よろしくお願いします。私は松浦カナン、よろしくね。黒沢ルビーです、よろしくお願いします。これで9人全員だね。チカちゃん代表して挨拶挨拶。私、そうそう、チカッチがリーダーなんだから、ゴーゴー。記者さんがいい記事を書けるように精一杯パフォーマンスします。そんなに緊張しないで、同じ高校生なんだから砕けた感じで話してよ。まずはライブを楽しんでいただければ幸いですわ。あら、そろそろ私たちの出番ですわね。準備もあるし、そろそろ行こっか。それじゃあ、また後で。まだ遅くないわ。これから取材で知っていけばいいんじゃないかしら。うん、ダイヤとルビーちゃんが詳しいし、いろいろと聞いてみてもいいと思うよ。ええ、何か聞きたいことがあれば私たちに何でも聞いてください。私たちの記事楽しみだな。そうだ、
あなたの記録を取っておかないと。お名前ここに書いてくれる？素敵な名前だね。あ、せっかくだし連絡先も交換しておかない？いいわね。その方が何か聞きたいことができたときに便利だし。マルも賛成ずら。離れていても気軽に連絡できるなんて未来ずら。じゃあパパパーっと交換しちゃいましょ。ヨハネ的には直接脳内にって手段もあるけど、ここは人間の文明の力を使ってあげようじゃない。よしこちゃん結構マメにお返事くれたりするのにね。そうだね、よしこちゃんってよく気がつくし。よしこじゃなくてヨハネ。あら、よしこさん、チャットのお名前はよしこみたいですけれど。うやぁ！まあまあ、それよりそろそろ時間みたいだよ。ほんとだ、あーまだ全然話してないのに。これからチャットで話せるわよ。そうそう、後でグループチャットも作りましょう。登録完了。これでバッチリだね。じゃあ今後はこれを使って私たちに連絡してね。